スプレッドライダーの堀内玲です。去年からの変更点は全体的にフレックスバランスを落として、特にセンターが結構がっつり落ちてるんで扱いやすくなってると思います。でこの板の特徴としてキャンバーベースではあるんですけど、ローキャンバーといってちょっと低めにキャンバーが設定されているので、扱いに特化したモデルとなります。特に乗り系などをこう板を操作するっていう動きに特化して強いので、これに関しては乗ってみてぜひ体験してもらいたいなと思います。かといってノーズテールに張りもしっかりあるので飛び系も十分できるかなと思います。でスプレッドの中でも特に軽いモデルとなっているので、こうエントリーユーザーの人にも持ってこいかなと思います。ぜひよろしくお願いします。 LTA よりもちょっと柔らかい、ちょっとといっても僕の体感で 20% ぐらい柔らかくなってました。そのため、トーションが使いやすくなってましたので、プレスがしやすいのと、プレスしながら回ってる最中の安定性もかなり良くて、僕としてはちょっと買いたい一本だなっていうのは率直な感想です。粘りがあってすごい楽しい板だと思いました。まあ、この板きっかけにちょっと乗りも楽しくて、まあ、やってみようかなってきっかけになりました。飛び系はそうですね、僕は主に乗りとか練習してるんですけど、高さが出るイメージでしたね、僕の中で。先端の反発があるんですけど、その中でもセンターがすごい柔らかいんで乗り系もやりやすかったです。すごくノーリーも今飛んできたんですけど、反発もらえて、飛びやすかったのと、乗り系も、まあ、応援とかスワローテールとかしっかり耐える技も、すごくやりやすかったです。